メディアを再生する陽気な墓陽気な墓の破壊し陽気な墓は、ルーマニアのマラムレシュ県サプンツァ村にある墓地。鮮やかな色の墓石に埋葬されている人々の生涯の場面を独創的かつ詩的な方法で描いた素朴な絵画で有名である。陽気な墓は野外博物館となり、ルーマニアの観光名所になった。この墓地の他にない特徴として、ヨーロッパの社会で文化的に共有されている一般的な信仰、つまり死を消えることのない厳粛なものとみなす信仰とは全く異なることが挙げられる。地元のダキア文化とつながり、その哲学的信条は魂の不滅性と死はより良い生活への喜びと期待に満ちた瞬間であるという信仰を象徴している。陽気な墓の碑文は、2017年にRoxana Mihalceaが編纂した書籍クルーシル・デ・ラ・サパンタ及びピーター・カヤフェズによる写真集ザ・メリー・セメタリー・オブ・サパンタに収集されている。墓地の創設は最初の墓石の十字架を彫刻した地元の芸術家スタン・ヨアン・パトラシュである。1935年パトラシュは最初の碑文を彫り、1960年代の時点ではそのようにカシの木ので作られた十字架は800を超えた。彼の墓石の十字架の碑文には次のように書かれている。ありがとうございます。